T-O-R-I トリあのトリスじゃねえんだからあトリスはないんですよ、核ハイボールになるんですよ、はい、いや飲んでますここからあんまり愛想がない、そして大学行って、ブルースバンドを作って、ブルースバンドを作って、それで、まあ、太陽を継ぐために家に帰りましたけど、まあ、それもそれも正解なんですけど、やはり音楽をやっぱりやりたいというので、私は横浜の大学だったんですけど、横浜の大学のオーケーやろうかということになって、それで落語っていうのを作って始めましたけど、いろいろことがありましたけど、でも本当に続けてるってことがやっぱり、このリアルに出会ったのが一番あれだったのかもしれない。8年ぐらいですかね、いや、6年、5年ぐらいだ2010年に出会ってるんで、はい、うちの父親が、ね、亡くなった年なんです父親みたいな代わり、急遽現れて先生のことで面倒見るからまあ、彼を娘に出てくれたのが、あの CD に入っています小鉄ちゃんです、小鉄が、プロさんの高旅でやるからということで、どうだろうから出てきて、すごいな、そう、あの今や日本を代表するあのハーモニカプレイヤー小鉄さんがトリさんのアルバムに入ってくれてます、あのよりでもしょっちゅう来てくれてたんでおなじみだと思うんですけども、それとあとあの若手のギタリストもベーシストもみんなの日本のブルースシーンを代表するメンバーで作ってます。ちなみに金は積んでません。志でよりをこうやって音楽で盛り上げたいっていう志に協力してくれて、すごい若手のブルースマンたちがみんな協力してくれて作りました、ドクタープリナーの、はい、その中に入ってる曲でハーモニカが俺が喋るんじゃないの、あ、そうなんか曲に行くのかなと思って心配だったんで、ちょっとあのハーモニカの代わりに今日は2曲目なんだ、トリさん、トリさんハーモニカの代わりに今日はこれでソプラノサックスで、説明、ブルースっていう曲がいっぱいありますよね。で私が最後はっていうか一番好きなのが次の曲で戦後と思います。フレディ・キングという人がやりました。その時の小鉄ちゃんのハーモニカの、まあ、CD ではやります。今日はワンちゃんがソプラノソックスですね。ソックスです足から履くやつですあれセックスじゃないもんやっぱりさ、もうそういうことじゃない、やばいな、9時回ってないし、竹雄さんのはあの滑舌いいから絶対任せた方がいいよ、いただけでいいよ、師匠ね、滑舌がいいって言っていきますよ、back though, oh yeah, now's a
way to pay. We can see. Oh, blue. Oh, yeah. Hey, watch out. Yeah.